はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人の石会の八代です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は南房総市から一軒お家をご紹介していきたいと思います。ですね、敷地はそんなにないんですけど、ここ場所は南房総市小浦という場所で、古くからの漁村、とってもいい風景の広がる場所なんです。ぜひ、動画をご覧いただきましてご興味持っていただければ嬉しいなというふうに思います。では早速中に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速中を見せていただきますが、今日ご案内いただけますのは、おなじみのあわり像と、はい、雪縄大河さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雪縄さん、はい、この物件、意外に外観から見ると結構綺麗ですよね。そうですね。ただちょっと中はところどころリフォームが必要な場所ありますので、はい、価格は830万円です。830万円。はい、はい、場所柄はすごくいい場所ですもんね。そうですね、海も近くて静かな場所で、はい、昔ながらの素朴な場所っていうところだと思いますが、はい、このお家っていうのはもともとなんか別荘とかになってたんですかね。もともとはもう定住されていました。あ、定住されていて、はい、はい、で手放される物件ということですね。はい、はい、じゃ あ、 早速中を拝見したいと思います。一応もう中はほぼ空っぽっていう感じですね。はい、はい、玄関入りまして、こちらはじゃあリビングダイニングですね。リビングダイニング、はい、はい、広いですね。そうですね、11畳ほどありますので。11畳、はい、はい、少し広めで作られてます。はい、決して新しくはないんですけど、大きなシンクです。はい、雪乃さんちょっと立ってもらって、はい、身長171センチの雪乃さんが立つとこんな感じのサイズ感、はい、ですね。この奥行きも広くて、壁は白くて綺麗になってますね。はい、壁も壁紙と床はこちらの部屋張り替えてますので、はい、あ、リフォームしたんですね。はい、はい、どれで綺麗、はい、はい、リビングダイニングって感じですね。はい、はい、で、その並びに、かなりちょっと傷みが激しいんですが、ここは洗濯機置く場所だったりするんですね。はい、脱衣所ですね。脱衣所、はい、で、そしてこの奥にお風呂があります。はい、お風呂行ってみましょう。はい、浴槽はね、結構広い。社175センチ、今ちょっとちっちゃくなったかもしれませんが、社が入るとこんな感じ、こんな感じですね。はい、はい、まあ意外に大きなお風呂ですね。これボイラーってどうなんですか。ボイラー多分、はい、ダメになってる可能性もあるので。あ、そうなんですね。はい、はい、まあじゃあボイラーを直さなきゃいけないかもねっていう感じですかね。はい、あとリフォームしなくちゃいけないっていうと水回りですか。水回りとこちらの和室ですね。和室、はい、床がかなり傷んでますね。ああ、こう入ると下が結構ボコボコしてるような感じ。はい、ここはじゃあ張り替えっていう感じですかね。はい、ここが6畳間。そうですね、広さは6畳です。はい、はい、そしてこのお家は2階建てなんですよね。はい、じゃあ2階行ってみましょう。はい、2階に上がるところにはおトイレがあって、水洗トイレです。はい、階段上がっていきます。壁紙がちょっと、ね、剥がれてたりしまして、だいぶ痛みが見えますが、あ、なんだこれ、屋根裏に続いてる階段ですね。これ折りたたみでしまえるんですよね。はい、しまえます。はい、とりあえず今日はじゃあ見せてもらうということで、はい、開けてあります。はい、ちょっと怖いんですが屋根裏行ってみたいと思います。よいしょ。おー、今日はね、撮影している日がすごく暑いので、屋根裏はとてつもなくサウナのような暑さです。はい。なんかまあ収納には使えそうですかね。そうですね。はい。棚がちょっと作ってあったりして、こんな感じです。はい。そして2階には2間あります。こちらが、6畳、8畳間か、はい。こちらは8畳です。はい。こちら8畳間のお部屋です。はい、こちらは8畳のお部屋です。2階は床はそんなに傷んでないですね。そうですね、2階が傷んでる場所は
特にはないので、はいはい、ちょっと壁塗り直したりとかですね。ちょっとしたリフォームで。雨漏りもなさそうですか。雨漏りもないです、はい、このエアコンは使えないんだろうな。なんかちょっと古い感じです。はい。そして、ベランダもついてます。これは今のこの季節は日当たり良すぎるぐらい日当たりがいいベランダで、はい、広いですね。そうですね、結構縦に長くなってましてね、はい、いいですね。そしてお隣のお部屋も見てみましょう。隣が洋間が一部屋、これも8畳ぐらいですかね。そうですね、この8畳と、はい、ぐらいなんですね。こんな感じ、はいはい、広いですね。そうですね、多分が動画で見るよりも来ていただいても広さが、うん、広い、はい、でここに小部屋が一つあって、ここは本当にどのくらいだろう、本当に3畳、4畳、4畳ぐらいですかね。はい、はい、なんかこう作業部屋だったりするんでしょうか。書斎として使われてた。書斎として使う、はい、書斎だったらしいんですけど、このお部屋に素晴らしい景色が広がっております。カメラだとちょっと分かりづらいんですが、あの向こうに海が見えます。手前にね、あのいい感じの山が見えて素敵です。こういう部屋ってどうやって撮ったら分かるんだろう。タイガーさん、こういうなんか小部屋ってちょっとワクワクしますよね。そうですね、最近だとあのテレワークとかで、うん、こういう景色見ながら仕事できたりという方が増えてきたみたいなので、いいっすよね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。タイガーさん、今日もありがとうございました。ありがとうございます。あのこのコーナーっていう場所、はい、なかなか物件出てこない場所なんで、はい、ある意味貴重な一件だなと思うんですけど、はい、先ほどね、はい、あの書斎から見える景色の中にあのちょっと海外チックな、はい、あの別荘地、分譲地が見えるんですけど、あの辺結構高いんですって。すごい高級地帯なので、はい、家一軒1億超えてくるような。1億、はい、1億現場でちらほら出てくるような。あ、そうなんだ、はい、そこの物件として、あのその地域からすぐ の物件として830万円、はい、高いか安いかっていうのは、はい、ご視聴いただいた皆さんのご判断ということになりますが、はい、まあ個人的にはちょっと高いかなって八代は思うんですけど、どうですかね。まあ不動産さんから言えないか、はい、でもね、不動産屋さんが価格を実はつけるわけではなくて、持ち主の方が希望売却価格っていうのがあるので、どうしてもね、それに沿ってご紹介することになっちゃうんですが、ご覧いただいて、壁紙とか、水回りとか、それから1階の床、和室の床ですね、それから水回りちょっとやらなきゃいけないかもしれないし、あと脱衣場のところはあれ、きれいにフォームしないとちょっとね、気持ち悪いかもしれない。はい、あの辺結構お金かかりそうなんで、そういった意味ではちょっとリフォームに金かかるからもうちょっとこう交渉できないのっていうことを不動産屋さん通して大家、はい、さんと交渉する、持ち主と交渉するっていうのはありますね。はい、はい、ぜひご興味を持ちくださった方、ご視聴いただいた皆さん、アワリゾートさんここにお電話番号書いておきますので、お気軽にお問い合わせいただいて見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、池野さん、今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またあの物件ご紹介ください。はい、はい、またアワリゾートさんから物件出てきましたらご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。はい、ではまた次回お目にかかります。ありがとうございます。別荘地が、別荘地なんですね、はい、であそこはものすごい高級、そうですね、もう家一軒1万、あ、1、はい、いいですよ、はい。